あ、出雲から。あ、で、3期無理じゃん。あ、これ、こっちの方が得だわ。お金ゼロ両だけど、もともとゼロ両みたいなもんで、これでライフがさらに増えてるんだったら、むしろ逆に、旅の最初からやり直した方が圧倒的に得じゃん。今までよ、なんかセーブしたところからやり直したけど、セーブしたところからやり直すことによって逆にマイナスになってるわ、これは。で、コブソウもぶん殴って、あの、スリも、あー、ちょっとスリ目障りだな。ちょっとスリ、もうちょっとエクサ軸のどっか、あ、果てる方に行ってくれ。来るなよ、こっち。よし、よし。鳥行って、お？すぐ行ける、ここ。え、殺す気は危険地図、気をつけて行きなされ。ヨシアイランドの沼地みたいな背景だね、これは。あるいは、あの、なんか、八重ちゃんの島。キラキラ道中の八重ちゃんのステージの、なんだっけ、惑星ゼービスだっけ？惑星ゼービスは違うか、メトロイドか。これ何、船に乗って。ああ、そういう乗り物系か。でも、キラキラ道中のね、ほんと、八重ちゃんのステージに、似てる感じするわ。あの束何、爆弾？こいつ何、この鳥はなんか不発弾みたいなの欲しいんだけど、何なのこれは。下の魚もさ、あ、これ、あ、あ、大丈夫か。死んだかと思った。このまま行ってよ、いいんじゃない？めっちゃ鳥いるな、めっちゃ鳥いるわ。ほうほうほう。足場が崩れますよって、なんか上になんかヤドカリか。ほい、ほい、ほい。なんか欲しいな。なんかいいのね。オッケー、マネキー、ナイス。ここで黄金のマネキを手に入れられたのがでかい。落ちんのか。ほい。落ちても、リカバリーは全然効くわ。これも落ちそうだな、なんか。急になんかサスケみたいなさ。サスケみたいな感じになってない？倒して、あ、もうマネキは。待て、乗る。あ、水中ダメージ食らうのか。溶岩みたいな感じなんだね。今の多分、そうだよね。水中入って、ダメージ食らった判定だよね。あ、登れる登れる。あ、ホワイトマネキ。ほい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 。よしよし。オッケーオッケー。膨らんだ膨らんだ。あ、で、これゾウ君取って。ステージ自体はね、さっきのステージより簡単。ああ、これあれか、ね。ネズミのおもちゃみたいなやつの逆か。おい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 。ちょっと右に体重かけておかないと進めませんみたいなさ。これがあれだよね、ゴエモン2のさ、雪だるまのさ、頭部の部分に乗るステージあったじゃん。あれと似たような感じだよね。わ、なんか急に難しいな。V みたいなやつに乗って、あー、ちょっとダメージ食らう、ダメージ食らう。一瞬だったらでもダメージ食らわんな。タスだったらさ、なんかもっと、タスだったらすげえ動きしていきそう。待て待て、知りそう。ほい。あのツボの中身がちょっと気になったな。マネキとか感じたのかな。あれきっぽいよね。あのツボの、さっきの俺が取り潰れたツボ。ほい。これ絶対ここ水中に入らざるを得ないじゃん。あれなんで今でもダメージ食らわなかったんだろう。マネキ、あ、一個だけ。で、ボスかな。あ、早いね。なんか急に展開早くない？ここより先には白鏡様がおいでになる。この白龍が認めたボロ以外は通すわけにはいかぬぞ。なに、白龍だな、ボス。おお、でっかぶつ現れた。おお、あ、しゃがめば意外と穴で入って狭いか。はいはいはい、次反対側に出てくるとか。ああ、左側ランダムなのかな。ランダムっぽいな、この感じ。うわー、食らっちゃったか。あと一発しかダメージ食らえない。一応ランダムじゃないことにも備えて。ああ、ランダムじゃねえわ。頭部しかダメージ判定ないよね、これ。頭部にしかダメージ判定ないから、ほいほい、ああ、うわー、でもどこはアンチだ。ああ、でも逆に首の下あたりの方が、アンチなのかな。いまいちどこがアンチでどこがアンチじゃないかを理解していない状態で、まあ1回目はやったわけだけど、おにぎり、そういうさっき買わなかったっけ？おにぎり、なんか取られた、誰かに。いつ、どのタイミングでおにぎりを消費したのか、全然覚えてないんだけど。で、こっち側の大陸についてバカ、ダメージくらい、ダメージくらい。もう先が覆いやられるぜ。この HP でボスまで行けってことでしょ。ちょっと待って、これどうやって。あ、オッケーオッケー、招きであれ。オッケー、ナイス。いいぞ。144両か。
ちょっとあれだよね、お金でさ、お金で戦うにしたらちょっと心細いよな。くっそ、一発食らっちゃった。来い、あっ、危ない危ない危ない。 HP はさっきよりもあるか。お金がね、お金がそんなないんだよ。でもこいつ中ボスとかなんじゃないのかな。でもセリフ与えられてるから大ボスの可能性もあるよね。これどこで回避するのが正解なんだ。離れて戦うべきなのかさ。OK、 2発入れて、ここアンチだな、ここもアンチ、いいね。お金は多少無駄遣いしてもどうにかなりそうだな。今んとこノーダメージで来れてるぞ。あー、今のちょっともったいないな。あー、当たっちゃうか。こっち当たっちゃうよね。これ回避しづれえな。右からの攻撃すげえ回避しづらい。あの位置だったら逆に下から戦った方がいいのかな。この辺でさ、ほう、オッケーオッケー、作戦勝ち。よく見てた。多分中ボスだよね。白鏡様に認められたものって白鏡のボス。いや、そういうわけではないか。もう全ては分かっています。あなたがどうしてここへ来たのかも知っています。あなたの探している雪姫はここより遥か南、琉球という王国にいます。姫はそこで助けが来るのを待っているのです。あなたたちの力ならきっと姫を助け出せるでしょう。沖縄か。そういや、五右衛門2の一番最初も沖縄からスタートだったよね。あれは雪姫救出した直後の話なのかね、沖縄からスタートしてるってことは。それともなんか単にそれとは別に沖縄旅行してた時のやつなのかな。これパート2のサムネと同じような構図だぞ。あの時は夕焼け空だったけど、雪姫様は琉球王国にいる。ここまで来たらもう後へは引けない。琉球王国で五右衛門と恵比寿丸を待ち受けているものは一体何ぞやと。ラスダンかな。次ステージ8、雪姫を救えの巻。うん、いいね、二人ともドヤ顔してバンって感じのワンピースだったらドンって出てるぞ今の今の感じ。あ、バイト屋さん、バイト屋さんはいいかな別に。こいつさ2にいたよね。すぐにこいつ、あ、なんかトロッコのステージでさ、3人ぐらい、3兄弟でさ、トロッコしてね、ハンマーぶん投げてくるやつと、お尻ペンペンしてるやつと、なんかもう一人、ツルハシみたいな投げてくるやついたよな。まあ、ハーハー3兄弟的なポジションのやつなんだろうけど、お店がこれ全部、こういう形式なのか、沖縄っぽい、沖縄の民家っぽい形式なのか、これ絶対沖縄の人意識してるわけじゃないだろう。ペラ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 、あー、なんか西洋風なのか、なんかハイカラなあれだよね、服着てるもんね。襟の部分がさ、なんか襟巻きトカゲみたいな感じの服着てるから、やっぱ西洋人ってことなんだろうね。ペラペラって言ってるし、こいつもそうだ。あー、芸が細けえな。これアメリカにさ、その沖縄がアメリカに占拠されてるっていうのを表してるんだろうな。ツルハシ小僧が提灯持ってるやつよりちょっと正直厄介だわ。あれはツルハシのお面なのか何なのか分かんないんだけどさ、まあセーブして、はい、系風パシックもよく知る。これあれだね、なんかお金マックスまで貯めて、あれした方がいいかもしんないね。お金マックスまで貯めて、そのよろず、あ、これ最果てか、よろずどっから現れたあのツルハシ。よろず屋でさ、残機増やしたりとか、あと何、あ、おにぎりとか鎧とかさ、重厚な装備を整えてから挑んだ方がいいかもしんない。あっ、ぶねえ。左の方は何かあんのか。ここは、あー、修行屋さんか。修行屋にもいいや、もう死んで、あー、左も何もないか。これゲームオーバーなったらまたこのステージからやり直せばいいから、積極的にゲームオーバー、むしろこれゲームオーバーなった方がいいわ。残機が今ゼロだからさ、ゲームオーバーなれば残機2でスタートできるし、今お金も174だからそこまで持ってないし、ここは
あえて死んで、このステージの最初からやり直して、前の旅の終わりから。こっからやり直して、他の民家探しに行く。入ったっけ、ここ。お金全然ねえんだ、そうだ。お金なさすぎて、小判投げる攻撃すらもまともにできない。ちょっと待って、フリーズした。ああ、これはバイト屋さんか。このマップの俺左側って完全制覇したっけ？してないか？いや、したか。これの左側がさっき来たところ？あ、修行屋さんでしょ？俺さっきどこで死んだっけ？今の上のマップで死んだんだっけ？あ、ぽいね。あ、じゃあ下はもう全部見てるから上に行きましょうってことか。で、左は何もないから、で、こっち上、未開の地。この辺もなんか西洋人しか住んでないのかな。ちょっとしたアイテムは、なんか提灯小僧もいいのか、なんか飛び道具使う輩が増えてきたな。ペラ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 、翻訳こんにゃくをくれよ。コラビ、絶対この辺セリフとか考えるのめんどくさかったからさ、一応全員見た目だけはちょっと違うようにして、っていう風にやったんだろうな。待って待って、あぶねえ。残機2だから極力知りたくないけど、てか飯屋とか全然ないね。般若の面をつけた大工が大勢やってきて、あれ大工なんだ。お城を大改造しているらしい。ほう。ただのなんかチンピラ的なのか、カラーギャング的なもんだと思ってたんだけど、カラーギャングの代わりにさ、なんか青のお面つけるみたいなさ、まあ、一応青か。どうしたこれ、頭バラすぎるんだけど、どうしたこいつ。この島は琉球王が治めている同社。ほう。その琉球王が治めている同社っていう話より、お前のその頭の色とそのポーズは何なんだよ。芸人みてえなポーズ取ってるけどよ。右はなんか、あ、なんもないな。さっきのステージとはあれだね、打って変わって奥に進む感じの街並みが広がってるんだね、琉球。うわ、首里城シーサーみたいなのが並んでんな。まっ、ここにも いるんだな、こいつ。右の方もこれ多分何もないでしょ。シンメトリーになってる感じのところで、これといって何かがあるわけではないから、もう早くお城入って何かしなさいってことでしょ。お城の中によろず屋とかあんのかな。広いね。一筋縄じゃいかないような感じのところが出てきたけれども、まあ、とりあえず左側から攻めていく。あ、普通にお店があるんだ。まあ、一番左は修行屋さんと。だから飯屋とかそういうの欲しいよね。飯屋とか、まあ、よろず屋とかさ。あー、いいもの持ってんな。ギリギリなんかマグロの寿司みたいなやつだけど、これ何これ、辞書。え、辞書何に使うの。セリフが欲しいよね。セリフっていうかさ、案内が欲しいよね。300380の980でしょ。いやー、これ次回やるときに、あれだね、実況外でお金をあらかじめどっか貯めておいて、ここも入れんのか。実況外でお金、あ、これ辞書ないといけないとかじゃない。あ、わかった、いけんの。あ、俺てっきりさ、あの辞書使って、おそらくだけど、あの辞書買ってペラ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 って言ってた人と普通に話が聞けて、その人たちからなんか攻略の情報みたいのもらえるもんなのかなって思ってたんだけど、で そういった情報を得て初めて今のダンジョンの奥の中に行けるもんなのかなと思ったけど、そういうわけでもないのか。なんか買う？いや、なんか買ったところでって感じなんだけどね。お金もお金でさ、ちょっとこのステージはさっきのステージよりもちょっと難易度高いよね。お金稼いでたさ、あの50両くれるお姉ちゃんがいっぱい出てきてたところよりも、こっちのステージお金稼ぎにくいからな。ラフテ、沖縄そば、ジューシーってなんぞ。美味しいって意味じゃん。すげえ抽象的な名前の料理が出されてるわけだけど、これはちょっとお金貯めてやった方が良さそうではあるか。ちょろっとダンジョンの中見て、まあゲームオーバーなったら終了ってことにしようか。意外とヒントなしでも、ヒントなしっていうか、いや、あの人たちがヒントくれるのかどうかも分かんないけどさ。いや、でもやっぱ辞書必要なんだろうな、ってことは。ほら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 、もうやっぱそういうことか。海外の人が
来てるから、で海外の人が牛耳ってるせいで、まあ、辞書がないと意思の疎通ができなくてどうしたらいいか分かんないっていうことなんだろうね。じゃあ次回やるときは、今回ちょっと前半ぐだりすぎてたから、今回の収録開始したときからちょっとぐだってたっていうのもあるから、お金をあらかじめ貯めて、まあ必要な装備とか、まあ、おにぎりとか辞書とか買った状態から始めるから、ってことで今回はまあどっかでセーブしてやめようってことで次回に続く。